千葉県の荒れた団地の一室に一人のミュージシャンが住んでいる。その一番奥まった場所にある手作りの音楽スタジオ。ここから生み出される音楽が今若者たちの心をがっちり掴んでいるという。神です。なくてはならないものを。詩とかがすごく心に響きます。すごいっすよ、あの人。グワッとも掴まないと、そっからずっと聞いてます。はい、大好きです。はい、じゃあこれからお風呂に入ります。ミュージシャンはノコという一風変わった名前を名乗っている。男の子にも女の子にもなれない、なりたくない自分を表現したという。お風呂はこんな風になってます。で、こうやってブーブーブー。小学校からの子は男の子からも女の子からもいじめられた。耐えきれず高校中退。以来引きこもり同然の生活を送ってきた。ある時からのこは襖や壁にぶつけていた鬱憤を音楽にぶつけ始めた。叫んでも誰からも返事ございません。一時は自殺まで考えていた25歳の孤独な青年が現実社会へと大きな一歩を踏み出したのは去年暮れのことだった。はい、あれかっこいいですか。かっこいいです。嘘つけよ。本当に。いや俺音楽を武器に自分を否定し続けてきた世界ともう一度向き合おうとしたのだ。なんでこれ風呂上がった後ってかっこいいんですかね。ちょっとだけなんか肌がちょっと白く見えてかっこよくなりません？なんか風呂入った後ってかっこいいですよね、うん、かっこいいです。こんなの自分で入れられたらよかったのに一生世界と向き合う決意を込めてノコが作った曲がある。ノコはこの曲のタイトルを未知なる方へと名付けた。引きこもりがちのいじめられっ子だった青年が意を決して歩み出す現実は果たして期待通りの美しさに満ちていたのか。同世代のカリスマになるまで、そしてなってからののこと未知なる世界との格闘の日々を追った。けど人間誰だってあるんじゃないですか。
でない人はないと思うんですけど、なんかもっとなんか見られたいなとか、なんかそういったそれとも復讐したいなとか、なんかいろんなことはありますけどね。うん、何に復讐したかったんですか。世界にだよ。去年12月22日、音楽を武器にしたノコと社会との格闘がこの日から始まった。ノコが率いるロックバンド新生かまってちゃんがメジャーデビューしたのだ。実はこの戦いの行く末には民放各社も注目していた。あれ、これはよろしくお願いします。よろしくお願いします。我々の密着取材もこの日から始まった。ものすごく緊張してます。あー、すいません、緊張してます。どっちにしようかなって言ってる間に終わった。満を持してのデビューライブ。会場は1000人近くのファンで溢れ返っていた。現実はちょっと大学就活なんできついんですけど、ちょっと現実逃避っていうか、本当よりどころっていうか、そんな感じです。よりどころっていうのはあるか。心のよりどころです。はい、家にいる方が多くて、学校とかもあんまりちゃんと行ってなかったんですけど、ライブとかで私に外に出るきっかけを作ってくれたっていうか、私もちょっと病なのでそれで、あ、なんか代弁してくれる人がいるかなと思ってます。ロックバンド新生かまってちゃん、ノコは全ての楽曲の作詞作曲を担当している。メンバーは募集をかけてやってきたドラマーとノコの数少ない幼馴染の2人。メジャーデビュー最初のライブ、社会との距離を少し測りかねている若者たちが熱狂していた。この日のライブ終了後、ノコはシャワールームに入ったまま、いつまで経っても出てこなかった。レコード会社の人も心配そうだ。どうしたんですか。わかんない。音が全くしねえ。大丈夫か。たまに寝ちゃうんですよね。で、風呂で倒れて。で、大丈夫みたいな。あ、お疲れ様でした。ようやく出てきたノコからは、自宅で風呂上がりをロケした時のような軽口は出なかった。疲れ切っていた。来てくれたんですか。ありがとうございます。いい時に来てくれて、あれ現実社会は部屋で一人で過ごす時間とは違う。どんなに疲れ切っていても、ライブを仕切る大人たちとの会話はこなさなければならない。
あんまテンパらずに。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。